ディールディフェンスは、ミサイルと弾薬を、主力製品とするドイツの軍需企業で、ユーバーーリンゲンに本社を置く、ディール財団の子会社である。2004年に、ボーデンゼーベルケゲレーテテヒニークとディール、ミュニションシステムが合併して、ディール BGT ディフェンスとなった後、2017年2月に、ディール BGT ディフェンスが、持ち株会社のディールディフェンスホールディングと合併して、 現在の社名になった。前身の一つ、ボーデンゼーベルケ・ゲレーテテヒニークは、1960年に、アメリカの AIM-9B サイドワインダー、ソラ対空ミサイルのヨーロッパでの生産を受け負った。この縁で、ディールは、新型短距離空対空ミサイルアイリス -T の、新型シーカー開発を担当した。アイリス -T は、ドイツ空軍をはじめとするヨーロッパ各国の空軍が、 採用している。ディフェンスビジネスアンダーシングルルーフ、ディールディフェンス、http www.deal.com,en,nc, deal, ディフェンスプレスディフェンスビジネスアンダーシングルルーフ、html2017 年2月6日閲覧。 h t t p w w w d e a g e l c o m d e f e n s y v w e a p o n s i r i s ダッシュ i r i s t s l a l e e 1 1 0 3 0 0 3 a s p ッ x d m 5 o g n t r y a t w e a p o n s y s t e m s n e t ネットアクセスト,オクトーン e 1 1 o c t o b e 2 0 1 4 ディールディフェンス2010ハンドグレネードブロシアアクセスト、オン11オクトーバー2014。ありがとうございます。